こちらには子供がいるんだ。入れ。ツンケンしてるけど結局優しい系のおじさんかな。さあ入って、遠慮はいらん。いきなり優しいんだけど。ずらとこについていく。ここはまあ素直についていくのか。ずらさん、ルーサー、お嬢さん方のコートをお預かりして。ああ大丈夫だよ、怖がらないで。ルーサーは私が助けたアンドロイドの一人だ。助けたアンドロイド。家がこんなに大きくても一人だと寂しいからな。でかい。さあくつろぐといい。ルーサー伏し目がちだったな。大丈夫なのかな。私のことは誰から。通りすがりのアンドロイドが助けてくれるかもって。そうそう、教えてくれた。なるほど。変異体か。そうです。その子は。人間です。で、安全な場所に行きたいのか。人生をやり直せる場所だろう。ちょうど今ならカナダはいい季節だろうな。景色もいいし。でもカナダはアンドロイドいないよ。空気も新鮮で土地も広い。アンドロイド法もないしな。そうだよ、雑誌で見たもん。新規一点にはもってこいだ。ええ、そういう場所に行きたくって。だろうな。手助けはできる。だがまずトラッカーを取り除かないと。トラッカー。ああ、アンドロイドには位置を特定するモジュールが取り付けられているんだよ。それさえ外してしまえば君たちも安全だ。へえ。ほら来なさい。怖いね。なんか大丈夫。ああ、その子は今で待たせておくといい。いえ、この子も一緒に行きます。そうか、こっちだ。必要なものは地下にある。地下？大丈夫？調べるもんないかな。なさそうだな。大丈夫？怪しさムンムンなんだけど。本。ここ登ろうとしたら止められる？ああ、ダメなんだ。ああ、ダチョウ。アホの極み、ダチョウ。ダチョウいいよね、まつげバサバサで。私ここ嫌い。あの人も人良くないことが起こるよ。そうだよね。そうだよな。じゃ警戒。私も信じてない。油断しないで。でも利用できそうなものは利用するべきよね。怖い。ずら。散らかってて悪いな。機械を隠しておかなきゃならないんでね。怖いって。トラッカーを取り外すのは違法だからな。快適でもバレちゃ身も蓋もないだろう。ちょその子が怖がってなければいいんだが。いえ、この子は平気です。そうか。へえ。行けない道を歩いてる今。何？
うめき声みたいな聞こえる？怖いよね。おいで、アリス。何？さあ、ほら、こっちだ。なん？ちょっと、え？こっちには行けないのか。君、名前なんだっけ？大丈夫かな。で、このそれじゃあそこに立ってくれるかな。この透明のカーテンってホラーゲームとかで出てくるやつじゃん。これに血しぶきがさ、ブシャーってなって、あーってなるやつ。ちょっと君ちょっとでかくてさ、画面いっぱいなっちゃってちょっとあれなんだよな。他になんかない？大丈夫？乗る気はなさそう。先に言っておくが、少々痛むぞ。痛い。うわー、なに、これで不思議というか、あ、怖いよね、アリス。どういうわけかは知らない。なんて名前だっけ。トラッカーは変異体になると機能しなくなるようでな。だから見つけづらいんだ。そうなんだ。つまりトラッカーを取り除く必要なんてないんだ。お前はめやがったな。でもさっき、ああ、人は疑うということを知らん。変異体は実に無知なやつばかりだ。ほうほう。お前らは皆俺に助けを求めてやってくる。ほう。そいつらを初期化して売り払う。じゃなきゃここで実験に使う。やっぱり、やっぱり、やめて。よくないやつだった。やめてガキがいたんだったな。忘れてた。ああ。閉じ込めとけ。そいつは後だ。後ってどうすんの。アリス、いや、アリス。おお、母親ごっこをする変異体か。こりゃ感動ものだな。貴様だが愚かだ。さあ、苦しみから解放してやる。ズラトコてめえ。おい、ズラトコ。アリス、アリス、アリス、ああ、やめてくれ。ダメ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 、ね、ひー、あー、リセットされちゃう、リセットされちゃう。リセットさんが来る。リセットさん。夢ってやつは厄介だ。あ、進んでる。いつも同じ終わり方をする。失望だけが残る。正直記憶も感情もない方がマシってやつさ。苦しみもない、希望が裏切られることもな。羨ましいくらいさ。カーラ。かわいそうなアリス。メモリー破損を検知。ママはもうお前のことを覚えていないみたいだぞ。すっかり忘れちゃったみたいだな。カーラ、ねえ、どうしたの。ほら、こっちに来い。アリスがかわいそう。やめろ、クソ親父。おい、噛みやがったな。汚い手で触んな、アリスを。それじゃあたっぷりお仕置き。おい、やめろ。カーラ、起きて。カーラ、うわー、貴様。おい、近い。リビングに来るんだ。あ、動きが悪くなった。あ、ここから逃げる。あ、でもまだいける？どうしよう、めっちゃ進んでる。サーキットをショートさせる？
けー、頑張れカーラ、頑張れ。次はこれね。されちゃいました。あとちょっとだったんだろうな。ごめんよアリス。でもカーラはきっとカーラはなんとかしてくれるよ。おいでアリス。あ、覚えてんじゃん。ズラとこに実験されたアンドロイドたちってこと？キモーい、怖い。見る。助けてくれ。ああ。こんなすぐ鍵開けられるなんて。ズラとこ。記憶が消された。どうなってんの？思い出してカーラ、 あの子のためにも。あーボロ、俺たちをもて遊んで、ずたぼろにされてる。化け物を作り憂さ晴らししてるんだよ。ズラトコあんてやつだ。でもやつこそ化け物だ。だよな。俺たちにこんなことして、ずたずた。自分が誰なのか思い出せ。そうだよ。じゃないとあの子は死んでしまう。そうそう、思い出してカーラ。ということだ。アンドロイドたちがめちゃくちゃに助けを求めてきたのに。アリスを助けないと。アリスには苦労ばっかかけてるよ。申し訳が立たない。自分の意思で髪を切ってさ、 LED 撮ったじゃない。そうそう、素敵ねってアリス言ってくれたじゃん。心開いてないけど。おー、思い出せ思い出せ。見られるところは開ける。これ外？開いてないのか。あ、そのコート。そうだよ。くつろぐがいい。思い出せ。記憶のかけらはそこら中にあるぞ。ご主人様の食事だ。持っていけ。何？
持っていかなきゃいけないですか。はい、ルーサー。ルーサー、ルーサーね。じゃあルーサーもさ、記憶をなんか消去されてるアンドロイド。なんだ、タバコ。で、そう、安全な場所に行きたいなら思い出して、人生をやり直せる場所だろう。そう、あなたはカーラ、カーラだよ、カーラだよ、あなたは。これは、これは一体。ここ開く？あ、ここ開くんだ。ほう。あらかた調べたか？手に取るか。アリスは一体どこにいるんだ。上？上かな。まあ上だろうな。さっきもダチを見たよ。何やってんだお前。ああ、あそこのテーブルの上に置いておけ。ああ、よかった、アリスじゃないね。あそこのテーブルの上。ああ、あそこか。おい、カーラ、思い出せ。残骸を処分しよう。隣の部屋に持ってけ。あの女何も言わずに消えやがった。俺のことゴミくるみで見せて回収しといて逃げやがった。言葉がリンクした。おい、聞いてたのか。ゴミというワードに反応。はい、ご主人様。やっぱ小汚い男を信頼するな。他になんかないかな。改造してる。動いてる。君大丈夫？ルーサー、ルーサー。ルーサーもなんか改造されてんのかな。あと10分もすればここも片付く。何？そしたらガキをどうするか決めるぞ。貴様。はい、ご主人様。10分後に子供を連れてきます。そういう残り時間とかやめて。ああ、もう進んでる進んでる。こんなになるんだったらやっぱコナーとかに捕まってた方がいい。安全だったよ。知らんけど。あの女の子は誰？思い出せ。そう、思い出して。どうしよう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 。あ、でもあっちの方にもあるな。急げ急げ。でも10分しかないとも言いつつ、10分もあるとも言える。犬？あ、え、クマ？クマだ。檻を開ける。クマさん。眠れるクマ。大丈夫大丈夫。
あるある。大丈夫大丈夫。観察する。ほう。そんなことをしてたか。トット。私の名前はカーラ。思い出した？アリス。そう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 。思い出して。どっち？待って、え？こっちが何？廊下へ？地下かな？地下にいんのか？どこ？ここ寝てる。怖いって。どこアリス？調べる。何？おい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 。つける。今朝発生したアンドロイドの逃亡事件にデトロイト住民の不安が募っています。ああ、世論は下がった。そうだよな、好き勝手してるもんな。ちょっと待って、アリスアリスアリス。急げ急げ。いた？あ、いた！よかった！よかった、アリス！アリス…カーラ…カーラ、覚えてるの？忘れるわけない。よかった。本当にごめんね。こんなとこ来るべきじゃなかった。ごめんな。行きましょう。音を立てないようについてきて。大丈夫？こうバレないように行くって私成功してないぞ。ルーサー。何？お呼びですか？こいつは終わりだ。ガキを連れてこい。はい、ただいま。どうすんの？ご主人様。なんだ？子供が消えました。突然いなくなるはずないだろう。どこかにいるはずだ。何にボケっとしてる。周りを見る。探してこい。怖すぎる。どうしよう。出てたね。出てた出てた。で、探し回ってる。見つかる前に逃げないと。廊下。ああ、見てる。ダメそう。くそ。どこ行った？ルーサー。怖い怖い。さっさと奴らを見つけろ。ここ大
丈夫かな。変なアンドロイドがいるよ。アンドロイドの分際でこんなことならさっさとバラバラにしておきゃよかった。怖いよ。変異体は面倒ばかり。落としやがる。てめえ、バラバラのぐちゃぐちゃにしてるくせして。一丁前に文句言うな。出てった？出てったね。あ、この瞬間は時間止まってる。さっきの10分の時は止まってなかったけど、これベッドの下も隠れられたんだよね。廊下は行ける？うわ、怖い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 。誰だ？誰だ？お前は誰？ちょ。懐中電灯、テーブルにあったろ。さあ、ほら、出ておいで。傷つけたりしないよ。ただ。なんでだよ。逃げろ逃げろ。さあ、隠れんぼおしまい。やめてー。あ、クマ！クマ先輩！あ、クマ！怖いよ、もうやめてよ。アリスを傷つけるらもうやめてよ。開いてなかったもんな、正面玄関。そこなら開いてる。生きた心地がしない。アリス、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 いて、アリス。いや、一緒に行くの。行くの、急いで逃げるのよ。言っただろう、夢ってやつは厄介だってな。よくも逆らいやがって。あ、何してんだ君は。早くそこをどけ。いいえ。え、どきません。君も変異体？さっさとそこをどかなきゃお前にぶっ放してやる。名前なんだっけ？おい、何しやがんだ。ルーカス？ルーカスだっけ君。あ、どういうつもりだ。ああ、解き放ったアンドロイドたちが。なんでここに。誰が出した？私です。こっちに来るな。おい、やめろ。従え、俺はお前のご主人様だぞ。ありがとう。どうもありがとう。本当にすまんかった。いいよ。俺はあいつの言いなりだったんだ。そうみたいだね。その子がお前のために危険を犯すのを見て、うん、まるで初めて目を開けた気分になった、うん、やっと目が覚めたんだ。そうなの？あんなことをした後じゃ信用できないんだろうが、国境越えを助けてくれる人を知ってるんだ。俺も一緒に行こう。俺がお前と、うん、その子を守ってやる。本当？分かった。信じるわ。
怖かった。無事で本当によかった。目を覚ましたのか。ルーカスじゃなくてルーサーだったわ。もうずっと名前思い出せないでいたわ。カーラが初期化される、これ間に合ってたらまた違う結末っていうか違うルートだったろうね。怪物を解放する、そうね、あのアンドロイドたちとクマ、記憶を、十分記憶を思い出した。あんまり思い出さないパターンもあるのか。